日曜日の俺に、あこの人も BNI で頑張ってるなら自分も明日から頑張ろうと思ってもらえるような BNI メンバーの、b n メンバーによる BNI メンバーのマインドセットのための番組です。この番組は BNI しがにひよと北の提供でお送りさせていただいております。はい、えー、ではね、えー、今週も日曜日ということでね、えー、今週もお疲れ様でした、皆さん。はい。えー 最近ですね、あのー、これね、今年読んだ本で、一番おすすめの本があるんですよね、うん。それが何かと言いますとですね、えー、礼儀正しさが最強の生存戦略であるっていう本があるんですよ。はい。あのー、もしよかったら、あの、ググっていただいたらですね、 多分すぐ出てくるかなと思うんですけどあの、300ページぐらいの本なんで、まあ普通よりちょっとね、太い本なんですけど、その本がめちゃくちゃ、えー、今年一番読んでためになったなという本なんですけどね。で、何が書いてあるかというと、今日ね、ちょうどその本についてのね、あのーまあ、なんていうの、えー勉、勉強、ちょっとシェアを、シェアをするんで。 あのそれで内容をすごく覚えてるんですけどあの、まあ、何が書いてあるかというとあの、まあ、礼儀正しくなかったらめちゃくちゃ損するよっていう本なんですよ、はい、礼儀正しくなかったらめちゃくちゃ損するよっていう本なんですよ、まあ、要は、ね、不機嫌だとするじゃないですか自分がただ僕が朝起きますよねで朝起きていきなり嫁さんに怒られますと。 僕よく怒られるんですよ。あの、よく夜にね、アイスクリーム食べるんですよね。で、そのアイスクリーム食べた棒をソファーの上に置いてまま寝たりするんですよね。で、それ朝起きて見た嫁さんが激怒するんですよ。こんなもんして、あの、アリがいっぱい来るかなって言って、めっちゃ怒られるんですよね。で、んべわかってるんやけど、やってしまうんですよ。で、怒られますよね。で、怒られたら、ちょっと不機嫌になっちゃったりするじゃないですか、僕が。で、その不機嫌なまま、 会社に行きますよね会社に行って、ちょっと不機嫌ですから、あの部下におはよう,おはようって言っても、部下がちょっとムッとしてたら、なん,なんでお前そんなムッとしてんねんみたいな感じであの、なんか部下に当たってしまいますと、でその部下がめっちゃ怒りますと、またねで、その部下がその怒ったまま、えー、お客さんに対してね、えー、不機嫌なままあ接客したら、お客さんがまた怒ってしまったと。ね でお客さんがまた家に帰って、えー、嫁さんに、えー、当たってしまって、でまたその奥さんが、えー、子供に、えー、冷たくう当たったり、子供を怒って、子供が泣いてしまったりすると、えー、結局泣いた原因って何やってたら、あの一番最初に不機嫌になった僕やったりするわけですね。だから要はね、不機嫌さとか、そういうなんて連鎖するから。 ダメなんですよっていう礼儀正しくなかったらそれがあの伝播するからダメなんですよっていう本なんですよだから逆に言うとあの笑顔とか不機嫌じゃないあの礼儀正しくすると自分が最終的に損あの得するし、まあ、そういう世の中になっていきますよっていう本なんですよだからあのそれをね、あのーえー、金額にね、えー、表してるどれだけなもう 外国の英語あの本ですから、何ドル損してる企業はね不機嫌な人が一人いたら何ドル損しますよっていうようなね金額でねこう示したりね、ねすごい面白い本なんで、ぜひともねあのー、読んでいただくとめちゃくちゃためになると思いますねで、年末のね読書にぜひ読んでいただくといいかなというふうふに思います。はい では、えー、今週も先週のゲストと同様株式会社オフィス社員の水口さんに来ていただいてますので水口さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今日はの BAN のね稲妻チャプターの水口さんですのでまあチャプターのねことも少しね、えー、掘り下げてお話もしていきたいなというふうに思いますはい一旦 C.M. です。 新しいビジネスの獲得が可能になりますチームの仲間があなたを推薦してくれます競合と競う必要がないビジネス環境ビジネススキルを学ぶ機会そして一生の人脈を得ることができます BNA 滋賀西京都北で検索かわいいペットと一緒に花に囲まれて眠りたい野戸川の樹木草 幸福寺梅花園はそんな望みをかなえます永久に改装せず土に帰れる花と木に囲まれたお墓ですまずは市が樹木葬で検索平穏な日常生活の中で急な雨漏れやお風呂トイレの不便を感じたらお父さん住宅修繕ですよ異常気象対応の大津建材センター077537 にお電話ください。 ギブの龍気です。この番組は B.N. ガニ西京都北の提供でお送りさせていただいております。はい。ではね、えー、今週も B.N.、I、の稲妻チャプターのおー株式会社オフィス社員の水口さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。水口さんね、このカテゴリーは？えっとビルメンテナンス清掃業。ビルメンテナンス清掃業ということですね。はい、とあと障害対策。障害対策。 まあ、基本的には、あの、鳩であったりとか、スズメとかツバメであったり、その鳥。鳥に対する、その対策を。行っている業務も。なるほど。はい、しております。なるほど。はい。結構あれですもんね。ベランダとか、鳩が、ね。そうですね。抜かするもんね。まあ、そういう、あの。まあ、ネットを張ったり、だったりとか、なるまあ、そんな感じで、やられてるということでね。で、先週ですね。 えーまあ、溝口さんが、えー、結婚せず、ですね、えーまあ、男性のお友達といろんなところに、ねはい、旅していると、ね、でいろんなところに旅に行って、えー、ここがすごくおすすめだという、ね、スポットがいくつかあるという、ね、話で盛り上がりまして、ねえー、今週もわざわざ来ていただきました。 山口県の下関の寿司がうまいというところで僕が伊豆のねえまあ刺身がおいしいよみたいなところでしたけれども他の何かおすすめスポットというか、はいはいえっと、徳島県、はいえー、鳴門市の寿司、はい、<laughs> またすし <laughs> 寿司好きなの寿司好きです鳴門市結構鳴門って 全国的にも渦潮であったりとか有名なんですけど駅はもうあの線路が2本しかない実際駅で、うんうん、でもすごい駅前も飲食店しかないようなとこなんですけど、うんうん、その駅前にあるす,すしたつさんっていうすし達はいお店におすすめフラット入ったところ、はい、3000円で。はい 顔が溶けるような寿司が出てきまして <laughs> そう顔が溶けんにはや、いはい、日本酒4号を4合たしなんでしまいました、うん、寿司発刊でこれって2人で行くんでしょはい車で行くのいや基本的にはもう飲んでばっかりなので、うん、公共交通機関を利用して,てい徳島県そうかだから うん香川僕は香川のうどんとかやったら結構いろんな食いに行ったことがありますねはい、はいうん、なので徳島はもう高速バスで淡路島を通って一本で行ける便があるんで、うんうん、もうそれを使って行きました淡路島越えたらすぐすもんねそうですねはい、うん、行ってみようかな年末にね片道4000ちょっとぐらいでバス乗れてはい、はいはい、僕は飲まないんで、うん 車で行くでいいと思います、それでが<あ>、はい、一番。すか他は香川県のふぐ、百虎<グ><グ>さんっていうお店があったんですけど、フルコース、てっちり、てっさ、てっぴ、白子、から揚げ、うん、もう腹がちぎれるぐらい出てくるんですけど。<laughs> 7500円で食べるん、はい、よ。全部頭にちょっとインプットされないてる。百とらさん漢、ね、数字の百にひらがなでトラ、はいはい、すごいね。歩く無料案内所でよろしくお願いします。四国ついでに高知は行きたいとずっと思ってるんですけど、はい、なかなかその交通の。 便が悪いので電車でも、ねうん、行けるんですけど、うん、なかなか時間もかかるっていうのとなかなかその行けないそれで行けないっていう、うん、ところがあってぜひ行ってみたいとはずっと思ってるんですけど勝野忠樹がやっぱり皆さんもそれをおっしゃってるんで、うん、ぜひずっと行きたいなとはその、うん、バディと言ってるんですけどね <laughs>、はい バディいくつなんですかバディ一つ上です、何の友達なんですか同業者の先輩というか、友達というか、飽きないんですか、そのバディとは。飽きないですね、よくこっちにいても食事も行きますし、電話も長いですし、その人は BA.9 入会しない まあそんなタイプでもないかなと思いますね、<laughs> すカテゴリーが一緒になっちゃうんで、ほか、ね、ああ他のチャプター、まあ、でも、そんなまめな人間でもないんで、何がそんなに気が合う僕があのどうしてもここ行きたい、これでここしたいっていうのは、明確に決まってるんですけど、うん、何でもいいタイプなので、全部合わせてくれるところが、もう僕としてはすごい心地いい反対<ー>されないんで。

楽しいです楽しいですね、はいうん、まあでもうん結婚はしたいとい結婚はしたいですね、うん、孫孫言われてるんでうんまあでもまあぼ僕も今孫いるんですけど、はい、あの僕25歳で結婚してねで25歳その子がまた25歳で結婚したんですよ、はい、だからその子がまた25歳で子供できたんで、はい、まあ50歳でおじいちゃんなったんですけど、はい、まあ 男の子ななんて帰っこいす女の奥さんの方の実家にやっぱ行ってしまってたぶんお父さんお母さんはあのー、お姉ちゃんでしたっけそうです、ね、お姉ちゃんの方に結婚昇進ちゃうかなっていう、はいね、難しいと思います <laughs>、はい、そんな決めんでもええやんそんな別に <laughs> いや難しいと思いますなんでな難しい人間ですからねあ 難しい。ね難しいと思います。あ、そうだね。これ聞いてたら怒られると思いますけど。はい、はい。えっと、ちょ、ちょっと変わってっ。そうですね。はい、何が変わってるか。まあ、あの。ムーですね。ム <laughs> ーない。ムーですね。あんまり喜怒哀楽もないですし、ね。あ、そうなんですか。はい。我が道を。次進むタイプやと思うんで。あ、そうなんですか。はい。 まあちょっとあのこれ以上言ってしまうと悪口に発展してしまうんで、でねはい、ちょっと一旦 CM です。はい。FMO ツ新しいビジネスの獲得が可能になります。チームの仲間があなたを推薦してくれます。競合と競う必要がないビジネス環境。ビジネススキルを学ぶ機会。 そして一生 BNI を得ることができます B 北で検索それ漫画にしましょうあなたの会社のサービスや商品を漫画にして楽しく分かりやすく宣伝しませんかウェブチラシパンフレットに使え集客をお手伝いします「タンデムデザイン」で検索スイッチ入れたらパラダイス FM ミーーツミマリコですおかげさまで2023年4月1日で開局5周年を迎えますこれを記念して要望の多かった番組枠を個人向けに特別割引価格で販売しますあなたのご友人の声を FMO ーツで流すチャンスです応援や時間は30分枠と15分枠です30分枠はなんと1回1万円からです 自作番組を放送したい方がいらっしゃったら「f m オーツ」をご紹介ください電波とインターネットでオーツと世界に番組を届ける「f m オーツ」からのお知らせでした では最後にちょっとね BNA のね話でもしたいなというふうに思うんですが、はい、入会はもう半年ぐらい経ちました？えっと4月からなので、うん、8ヶ月目に入ってます。うん、なるほど。はい、紹介者か？えっと小西さんです。プレジデント。ントね、はい、はいうん、もともとそのなんか商工会とかそういうのなんでしょう。まあ代表が小西さんとその商工会の方でつながってまして、はいはい、でまあ。 小西さんがその代表の交流会があるんやけどっていうお話を多分されたときに、うん、まあちょっと僕がやってみていいですかと、代表にやってみたらっていう形でま、あまあ入会はさせていただいたんですけど、うんうん、代表というか、はい、もう役員ですもね、これ、そうですね、とまあまあ僕とその代表の2人だけなんですけど、役員は、もうだから、このオフィス社員っていうのは全部。 任されてるみたいなそんな感じ一応、まあ、現場業務等々に関しては、うん、基本的にはやってるつもりですね、お役に報酬するんだそうですね、そうか、ほんで、まあ、入会してみて、どうですか、はい、そのなんていうか、あのー、もう、まあ、一発ボケられるぐらいまで、ちょっとね、うそうですねですなかなか。あのー 最初の方は何をしていいかも分からず、うんまあ、そのまま過ごしてたんですけど半年たち白月目になって、まあ、まあ皆さんの顔にも覚えていただいて、うん、まあおしゃべりする機会もいろんな方と多くなってきたんである程度、緊張も解けてそういうふうに自己紹介もできるようになったりとかはあります。そういえばこの前、えっと あれやって、暴れ食いのツアーかなんかやっても、ね、そうですね、そ,すねそれも、福井の、福井か、海鮮を食べに行く、敦賀に行きました、はいあの、信楽じゃなかった信楽はその前の足立さんがやられてて、そうそう陶芸ツアーは。それは足立ちゃんがやってですね。そうですね。溝口さんは、あの、えっと、福井県。そうですね。 いやカニを食べるとなると膨大な費用が、うん、<laughs> 知れてるし、かかったので、うん、<laughs> とりあえず、その懐石料理というかちょっとその数千円のコースで我慢していただいてみんなおいしいおいしいと言っていただいたんでよかったです人 9人ですまあまあいい人数ですよね、はいまあ、多すぎるとね統制、ねはい、取れへんし、まあ、えあれを、えっと、ゼロバスで行ったんですかいやあの9人やとそのハイエースのバスで乗れるになって、うん、その松本さんの,あのスカイプライニングさんの方で手配していただいてそれやったら9人で行けるしもともとダスさんが 参加される予定だったんですけど、俺、行かへんから9人で行けるから、ハイエースで行ってこいっていうことで、ハイエースになって9人で行きました。なんかほんで、そこでまたバスガイドかなんかやって、あ行きしな、ちょっと運転させていただいて、自分で運転したんや、そうなんですよ、するつもりなかったんですけど、運転手はついてなかったんや、そうですね、松本さんが帰りは運転していただいて、飲むもんね、そうです、そうそうや。 う楽しかったですね B ネってまあそういうのがねこう、はい、誰でもこうリーダーシップを取れるっていうあのところが結構強みなんちゃうかなというふうにこう思っててそ,それがあんまり他の会にはないような、まあ、そんな感じですよね、うん、建築パワーチームですか今度金曜日行くんですか忘年会みたいな。が行けなくて夜仕事があって。えーいや そうなんですよどういうこと僕呼ばれてるんですけどねそれをねいや参加にしてたんですけどちょっと夜勤が入りましてどうしようもないということでマジで泣く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 あれも佐藤さんから連絡入りましたね僕佐藤さんとかその連絡あった時は 一回も喋ったことない <laughs>、はい、佐藤さんから LINE が入って、はい、今度建築パワーチームの忘年会ありますのでお願いしますみたいなで、まあ、イエスもノーも言ってないんですけどあの日程決まりましたみたいな <laughs> <laughs> ゴリゴリの LINE が来ても断れなくなって、はい、もうこんなんもう犯人持ってに決まってるやんかみたいなみたいな。はい 言わすなよみたいなモッティからも LINE 来ました来たやろお前だけやぞ参加せえへんのっていうね好きですねあの人ほんまにモッティそうですね昨日一昨日かあの堀宏さんも欠席っていう連絡がなんかこの前のフォーラムも急にあれやったからちょっと不幸があったのかもしれないですね堀博さん身内か諸事情がですよねそれしゃあないけど まあ溝口さんでもひどいですねなんか、なんか違う用事がブッキングしたような仕事と言いつつ <laughs> あのそこの現場名、後で教しますに、ね、来ていただいたら <laughs> あの忘年会をやって、はい、一緒に作業していただいたら、そうなんやな、僕もぜひ行きたかったんですけど、うん、どうしても都合がつかなくて。うん そんな稲妻チャプターですけど、あのどうですか、そ誰に一番なんかお世話をしていただいてるとか、ありますかっていいですね、気にかけていただいて、ちょくちょく何の気ないラインもいただいたりとか、はいはいはい、元気かいあとはまあ今期そのオールグリーンをみんな目指すということで。 そのバディは映画クさんなんんですけどさに気にかけていただくラインをもっと構成わせいというふうなアドバイスもいただいてますし皆さんにも,もちろんお世話になってるんですけど、うんまあ、グリーンって言って、まあ、あの b a イで、ね、成績表みたいなトラフィックライトという成績表みたいなのがあってね、まあ、それのグリーンがあの70点以上というあのやつなんですけど今何点なんですか 今点ですあかんやい。あと25点もあげ五点ですねちゃんとあげられますか確実に確実に確実にいきますねさっき古田さんにもちょっとご指導仰いでたらああもうビシバシご指導いただきました普通にしてたらあれってまあ取れるんですけどなんかもういきなり初っ端なで2回ぐらい休んでましたもんねんか1回1回だけ もうそれ消え,るかもう消えてます、休んだり遅刻したりしたらもうちょっとその時点でやばいんですよ、はいうん、だから、まあちゃんと毎週来るっていうのは当然やから、はいうん、それであとは、まあ、いかにあのちゃんとトレーニング出たり、ねはい、あとは、うん、推薦状書いたあいつ 今期かしもう一、はい、つ書いたらね満点ですけど、はい、矢野さんに怒られますよ。ちゃ <laughs> ん, <laughs> んとやってんのかと言って,て <laughs> や,やりますって,って言うときます <laughs> <laughs> 他はどうですか誰にここはあ個人情報をバンバン出していい ラジオですから他に、承認の意味を込めて、まあ、江楽さん、堀聡さん、吉村江ガさんね、堀聡、税理士、モッティ、モッティ、何回も出てきますね、アインマーケット、伊藤岡さん、には岡さん、今期、内部でリファラルをいただきまして、い非常にありがたい。 うん、限りでございます仕事、どんなリファーラルが欲しいとりあえず、まあ、お掃除全般はできるとは思ってるので、うんうん、あれなんですけど、家の掃除とかじゃないもんね、家のお掃除もも,もちろん、まあ、ん引き合いがあればハ、ハウスクリーニングも。 さててはいるんですけど基本的には目指してるのは高所作業であったりビルの窓ガラスの清掃ゴンドラ乗ったりであったり高所作業車でとかロープ作業でっていうことの方が基本的な業務多いので従業員も資格の保有者も数名おりますしそこをちょっと武器として。 一応やってる会社ですんで、うん、まあそっちのほうをいただけたらなと、今後は思ってますね、うん。なるほど、だからそういう仕事の依頼って、どういうふうな、まあ、まあ、多分みんな素人で、はい、あの誰をつないでいか分からへんと思うんですよね、はいうん、だ具体的に言うと、どう,どういう人をつないでいったらいいのかいう、まあ、ビルのオーナーさん、うん、マンションのオーナーさん、うん、ビルって、まあまあ、高層高層ビル。ビルんね、はい、うん ででも可能ですしあとはどう、まあ、ビル管理会社さんからお仕事をいただくことが多いので、うん、ビルを管理されている会社さんの営業マンさんであったりとか担当者さんというのは紹介していただけるとありがたいわゆるその不動産の管理会社とかそういうところですかね。はい まああのー、今後です、ねこう、オフィス社員、はいまあ、今、代表社員となってられているわけですけど、はい、どういうふうな会社にしていきたいとか、ありますか、まああのー、どうどういう会社、うん、目標とかとりあえず、うん、今、売上が7000万前後。うんうんうん の会社なんですけど、まず目の前に目標してるのは1億円っていうのは、それに当たって従業員さんがお金の面に関しても、働き方に関しても、満足して、そのご家族もおられたら、そのご家族までも満足していただけるような会社になれば、もっともっといい会社になるんかなと思ってますんで、それを目指して、頑張っていきます。 まあ社員だけでなく社員を取り巻く家族とか友人とかまあ、そういう人たちも幸せにしたいとそうですねそのために目の前のお仕事を拡大していくというような、はい、まあそんな感じですそうですねはい、はい、ありがとうございました、はい、まあ二週にわたってね、はい、株式株式会社オフィス社員の溝口亮介さんに来ていただきました稲妻チャプターね毎週木曜日ねテレビやってますのでよかったらまた 見学に来ていただくと水口さんとお会いできるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。水口さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあいかがだったでしょうか？気分の流儀、今週はお疲れ様でした。来週もリバースゲーム精神で頑張りましょう。では、おやすみなさい。